オリンピア・コスタリオオリンピック・スタジアムは、主に近代オリンピックのメインスタジアムに使われた競技場。開催後も、名称の一部として、オリンピック・スタジアムと呼ばれる競技場も多い。聖火台が置かれ、開会式、閉会式のほか、陸上競技やサッカーの決勝戦などにも用いられる場合がある。IOC の基準では、開閉式や陸上競技などを行う会場は、 夏き五輪で6万席が最低基準になっているという。既存施設を五輪用に改修したり、一部の観客席を仮設としておき、五輪終了後に規模を縮小したりするパターンもある。近年の大会のメインスタジアムは屋根付きが増えているが、2012年ロンドンオリンピックのオリンピックスタジアムは座席全体の内前方の約40%が屋根に覆われていない。 構造だったとも言われる。開閉式屋根を断念した例では、1976年、モントリオールオリンピックのモントリオールオリンピックスタジアムや、2008年北京オリンピックの北京国家体育場などがある。総工費は、1996年アトランタが約300億円、2000年シドニーが約510億円、2008年北京が約540億円、 2012年ロンドンが約610億円、2016年リオが約550億円で、2020年東京は1490億円を予定。2016年リオのエスタジオドマラカナンはサッカー専用競技場がメインスタジアムに使われる例では五輪発とされる。開閉式会場となった競技場を中心に記す。ありがとうございます。